どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、皆さん、明日パズドラ9周年があるのはご存知ですよね。もう僕の動画でも散々触れてきました。その中で明日夜9時から二宮和也さんの公式チャレンジがあります。そちらがですね、運命の三振を10分でクリアするとかいうね、なんかとんでもない難易度のチャレンジをね、挑戦されるということで。まあ、正直言って、運命の三振って24回戦終わってめちゃめちゃ難しいんですね。で、まあ、二宮さんがいくらガチでやってるとは言えども、本当にパーティーガチガチに組めないと難しいチャレンジだと思うんで、まあ、こればっかりはね、明日放送が楽しみではあるんですが、今日はね、僕もそちらに、前日ということでチャレンジしていこうと思います。はい。ただまあ、普通にやっても面白くないので、今日は裏闘技場チャレンジということで、裏運命の三振にね、チャレンジしてみようと思います。運命の三振よりかはね、1回数増えてはいるんですが、まあ、難易度はそんなに変わらないかな。ちょっとめんどくなるぐらいって感じですね。今日は裏運命の三振でね、やっていこうと思います。はい。まあ正直ね、パーティーはもうガチで組みました。もう二宮さんが組めるかどうか怪しいレベルに、もう僕もガチガチにやってきました。まあ当然コラボキャラはね、禁止でやっていこうと思います。はい。で、パーティー紹介ですね。ポンノに、こちら、スキブとクライミ特待生の木下リングフォード。ポンノに、ダタマツムネ継承。ネレに、クライミ体制の豊臣継承。薄井に、ハガン継承で、スキブと雲体制。三影は、こちら、属性吸収無効武器継承。そして、ポンノが、ラジョア継承って感じです。スキブと創作家体制ですね。まあ、本当はここは属性吸収無効武器でね、リムルルってキャラつけたいんですけど、ちょっとね、コラボキャラなので。今回は残念ながら我慢してアンドロメダにしました。ちなみにね、公式チャレンジはね、アシストはコラボキャラ OK だったはずなので、全然リムロルとかつけてもらってもいいですが、一応今回はね、もうなんかごちゃごちゃ言われても嫌なので、コラボキャラ絶対禁止ということで、こちらのパーティーでやっていこうと思います。で、スキルブーストバッジですね。はい、ちょっと今回はね、かなり難しいと思うんですが、裏三振チャレンジやっていこうと思います。まあ、勝てれば、まあまあまあって感じだし、勝てなかったらね、ニノがどれぐらい難しいチャレンジに挑戦するかってことが伝わると思うんでね、今日は実際にこちらやっていこうと思います。行きましょう。さあ、ということでやっていこうと思います。まず1階層からですね、とりあえず、ポンの変身させよう。あとね、それ、薄いなんで入れてるかね、気づかない人もいると思うんで、一応言っておくとね、ポタロー対策からのね、その後の覚醒無効対策で使える5ターンスキルっていう点と、あと、お邪魔耐性持ってるんですよね。お邪魔耐性も地味に欲しかったんでね、裏運命の三振なんで。そこら辺で入れてます。はい、1階層 OK、ポンのネレで倒していきます。で、見かけ変身できるまでは、この編成めちゃめちゃね、火力低いんですよね。危な！忘れてたわ。そんな敵いたな、そういや。とりあえずこれで倒していきます。多分、二宮さんガチガチのパーティーでね、ちゃんと試運転してきてくれると思うんですけど、僕舐め腐ってることにこれ一発目なんで、ちょっとね、なんとも言えないですね。一発チャレンジでいこうと思います。はい、3階層。で、ここに関してもポンの打ってあげて、しっかりと追い打ちで倒していきます。はい。で、こっからは、ポンのループが回るんですよね。だから、ポンの打っていけるから、多分いけると思うんだよね。タイム次第って感じかな。4階層。ここで小太郎来たら薄打ちますが、シルフですね。ここで小太郎来ないなら、まあ安心なんだけどね。一応打っておきます、薄い。はい、こんな感じで倒していく。闇の4セット、組みすぎやろ。これで倒していきましょう。さあ、続きまして、5階層。あ、間違えた！ネレ打っちゃった。まあでも大丈夫、別に。そんな問題はない。ちょっと間違えたけど、シンプルに。次必要なのが9階層かな。結構先なんで、大丈夫、大丈夫。はい。で、続きまして6階層。ポンの打ちます。とにかく毎ターンポンの打ってあげることによって、ガンガン軽く出していくって感じだね。まあ、その分、この衛星7コンボ型なんで、ちょっとね、デメリットもあるかなって感じ。6コンボでむしろ別に抜けるっしょ。OK。で、ここ見かけ打ちます。あ、そう。で、こいつとかね、お邪魔してくるんですよ。ほら。爆弾からのお邪魔毒なんで、地味に薄いのおかげで完全に弾いてくれると。そう、だから地味薄い強いんだよね。今のなかったら爆弾とか残っちゃう可能性あって変換しづらいんで、そう、意外とね、強いです。まあ、荒だぎ入れたかったんですけど。コラボキャラなんでね、禁止ということで、不採用となりました。はい。で、ここに関しても、ポンの打ってあげて、OK。こんな感じかな。闇の2セット組んであげて倒していきます。さあ、残り7分半か。やばいね、時間。これね、裏運命の三振って、序盤は簡単なんで、ここバンバン突破していく必要があって、理由としては、後半にね、敵がどんどん強くなっていくダンジョンなんですよ。そう。だから、序盤でどれだけタイムを稼げるかが大事なわけ。そこに全部がかかってる。序盤でもう5分とか過ぎちゃったら、もう終わりです。絶対に後半の方が難しいんで。
序盤はとにかく早く突破していくことが大事。そのために今回、御影を入れました。はい。7コンボで敵全部倒せるようにね、御影でぶっ倒していきます。はい。ただ今もうこの時点で7分切ってるんで、めちゃめちゃやばいですね、タイム的には。これもう超急がなきゃやばい。余裕あるように見えて全く余裕ないです。はい。なんでかっていうと、後半は無効貫通プラス追い打ちが必要だから。そう、この遠征ね、追い打ちと無効貫通めちゃめちゃだるいんですよ。無効貫通は闇12個必要で、追い打ちは回復5個必要なんですけど、作るスキルがね、ポンのしかないので。で、回復に関しては寝れしかないんで、マジでバンバン突破していけない限りやばい。しかも落ち込んだしバッジつけてないからね。超やばいです。はい、倒していく。さあ、続きまして12階層。いやー、これは、ポンノだな。ポンノ打ちます。はい。ポンノ打って、こんな感じで。これで7コンボ、8コンボ、9コンボ、ちょうどですね。これでぶっ倒していきます。ナイス、落ち込ん。突破していく。ナイス、落ち込んっていうか、落ち込ん邪魔なんだよな。はい。で、もうこれで半分の階層なんで、ここでどれぐらい余裕があるかって思ったんですが、なんと現時点で、残り6分。まずいですね、これ。めちゃめちゃまずいですね。急いでいきましょう。これ超まずいです。はい、倒していく。さあ、続きまして、14階層。これマジでやばいですね。で、ここで薄い打ちます。闇目覚め消えちゃうからうざいけど、まあ、来ちゃったからには仕方ない。ポンの先打ちしてから薄い打ちましょう。マジで急げ。はい、7コンボ組んでいきます。OK。あ、そうか、1ターンまだだ。すいません、1ターンかかるんでした。やばい、今のタイムロス痛いね、これ。ただまあ言うてここね、運悪かったら 99% ダメージ飛んでくるはずなんで、まあそう考えると別にいいかなって感じ。この次にね、奴がいるんですよ、奴が。そう、見てたらいたんですよ、奴が。そう、こいつね。なのでまあまあまあ、結果オーライって感じ。ただまあ言うてポンドなら全然耐久できますね。余裕でした。はい。しっかり7コンボ組んで、倒していきます。OK。さあ、ここで、なんと5分経過。もう半分しかないです、タイムが。果たしてこれで間に合うのか。この16階層はまだ実質今半分ぐらいだと思うんですね。本当に。今度打ちます。ダミンセットで削っていく。いや、6コンボはまずいか。え、いけるかこの編成なら。ナイス、オッケー。さあ、続きまして、17階層。ポンの打ってあげて、7コンボで倒していきます。6コンボでも抜けるけどね。オッケー。さあ、続きまして、18階層。あ、大丈夫、びっくりした。見かけ溜まったかと思ったけど、見かけ属性吸収無効だからこれ溜まんないとやばいんだよね、逆に。で、ポンの打ってあげて。オッケー、しっかりと8コンボで倒していきます。ここも見かけの回復キラーがあるんで、7コンボ組んであげれば絶対倒せる。で、続きまして19階層。いやー、エルメさん。これはね、運ですね。闇、頼む、作ってくれ、マジで。闇2個作ってくれ。頼む、本当に頼む。闇2個、来い2個ナイス。これ1回全力コンボします。 OK。 でこれで盤面整理してあげて倒していく。ここのタイムロスはねもう実質6解除みたいなもんだから仕方ない。これは近接いこう。はい。で次20階層。 OK、 スミレね、闇にセット組んであげて倒そう。で、少しでもロック解除をしておく。あと、光と水か。次、組めるときに組みたいですね。OK、倒していく。さあ、続きまして。いや、残り3分はやばい !21 階層。ここは、アンドロメダ打ちます。OK、しっかりと闇の。いや、組みすぎ、組みすぎ、組みすぎ。もったいない、もったいない、もったいない。もう終わって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 、もったいないもったいない、マジでもったいない。これで倒していきます。いや、今のゴムもったいね。さあ、22階層。いや、これね、だるすぎる。一回闇2コンボ組むわ、これで根性外します。で、その後無効化で削る。それが一番いい。あ、もう、あ、やらかした、マジで。大丈夫か。ナイスナイス、完璧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 、早く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 、わかったわかったわかった、ヘルポイズンクロー、わかったよ、ヘルポイズン、わかったから。この水のゴミ効いてくる、マジで。よいしょ。 OK、 無効感を含みながらの
9コンボ。残り2分やばい。とりあえずこれで磨きながらで倒していきます。はい、続きまして23階層。この水ドロップのロックがゴミすぎるマジで。ネレ打ちます。回復作ります。ポンド打ちます。闇確定12個生成。オッケー、完璧。しっかり9コンボ。いや大丈夫か、いけるか。オッケー。さあ次24階層で、ここはワンパ狙います。まずね、しかも組んでポンの追い打ちからの無効換組んで、オッケー、追い打ちと無効換組んであげて8コンボ。よし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 。で最後ポンの打って、あの打ってよーし、これ OK。 よーし。はい、という感じでね、だいたい40秒残しぐらいですね。あのガチガチのガチにやってこんなもんでした。もうね、どれぐらい難しいかわかると思うんだよね。まあという感じがね、このね三振チャレンジとなってます。まあまあ皆さんどんぐらい、あれ？これ今上のやつがね、9分9秒。え、9周年おめでとうございます。イエーイ、9周年おめでとう。え、そんな奇跡あんの？やば。は、ガチ9周年なんだか。まあそれ置いといて。あれ？みんなちょっと下見てくんね？何これ？え？裏、極限の闘技場、裏運命の話。あれ？え、まさかこれ、テイク2？え？そんなわけない。いや、まあ、これも多分10分切ってるから。あれ？